まあ、徐々に気持ちは高ぶってますよ。ただ、チャンピオンの岡田、俺を焦らせるまでには至らなかったんじゃないですか。むしろ焦ってるのは岡田の方だと俺は思いますけど。いや、まあやっぱりしっかり焦らしたいなと思ってますけどね、まあ、なかなか焦らない人間ではあるのかなとは思うんですけども、トランキーロ言ってる場合じゃないんだよと、しっかり焦らせて東京ドームで、まあ焦ってるのかもう余裕をぶっこいてるのかわからないですけども、そんなナイツさんと戦いたいなと思います。俺が15歳の時に立てた目標の一つですから、東京ドームのメインイベントに立つということは、まあ、4年前に同じシチュエーションがありましたよ。俺と岡田の IWGP ヘビー級王座戦でも、ファン投票でセミファイナルに降格させられた。まあ、俺はそのことを未だに引きずってますよ。小さいこと引きずるなって思うかもしれないけど、でもそれぐらい俺にとって大きな夢だから。まあ今の俺にとって東京ドームのメインは普通のことかもしれないけど、やはり15歳の時に立てた目標、俺は今でも大事にしてますよ。まあそうですね、やっぱり、まあ、あの花道歩く気分は最高ですし、でもやっぱりそこまで楽しむ余裕はないというか、やっぱり防衛戦前なので、そこはいい緊張感を持ちつつやっていけたらなと思ってます。俺の中ではもう完全に主役ですよ。もう会場に来てくださっているお客様、そして新日本プロレスワールドを見てくれているお客様、誰がどう見たって今新日本プロレスの中心は内藤哲也でしょう。まあ、それを固くなに認めたくない、認めないという方々をこの東京ドーム、結果をもってしっかり知らしめたいなと思いますよ。まあ、皆様ドームが終わった後声を揃えて言うんじゃないですか、新日本プロレスの主役は内藤だねって。まあ、それはもうファンの人の見方なんじゃないかなと思いますけどね、まあもしかしたらナイツさん主役で楽しめる人もいるかもしれないですし、僕が主役なのかもしれないですし、別に僕は自分で主役だ主役だとかエースだとか言いたくはないので、もしかしたらナイツさんからしたら僕が本当最後のボスなのかなと。あの G1 も優勝してますし、まあ、実力も認めてますけども、まだ僕のレベルには来てないかなと。全然それはレベルが違います。まあ、要するに俺が言いたいことは、1月4日東京ドーム大会までトランキーロあっせんなよってことですから。じゃあアスタルエゴアミゴ。素晴らしい戦いをですね、レッスルキングダム12で世界中に届けたいなと思いますので、ぜひ皆さん、カヌー雨が降る瞬間を見に来てください。